オラスベネディクトド・ソシュールによるシアン系シアン系は空の青さを測る器具である。18世紀末にオラスベネディクトド・ソシュールによって考案された。シアン系という名前は色の三原色の一つシアンに由来する。シアン系による測定で大気の状態を知ることができる。大気中に含まれる水蒸気が少ないほど空の青さはその透明度を増すからである。 リオデジャネイロの空の色が最も青いという報告がある。英国の国立物理学研究所の研究者が2006年に即色系を用いて空の色を計測した結果である。アメリカ遠征中のアレクサンダー・フォン・フンボルトがシアン系による計測を行ったことが知られている。また、アレクサンダー・フォン・フンボルトの友人であったフランソはアラゴが1815年に シアン系の改良版を制作している。バーリンクンズワイナーサイナマターアブルデムハット w w w f a r b i m p u l s e d e ハット b r α プラネットビシンゼンドンホーム14.42010ありがとうございます。